皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もイフトボール2023情報を紹介していきます。はい、ということで無課金の方は何で悩んでいるのか気になったのでアンケートを取らせていただきました。私も結構長いこと課金をしちゃってますので、なかなか無課金の悩みがね、分かりづらい、分かりにくくなっている状況、そんな感じなのでアンケートを取らせていただきます。いいフットボールで、無課金でやっている方の悩み、どんなものがあるんでしょうか。このゲーム無課金でやろうが未課金でやろうが廃課金をしようが自由なので、それぞれがそれぞれでやっていることにとやかく言う必要はないと思うんですけど、課金してるから選手揃っててずるいとか、無課金だからコインコイン言わずに黙ってやれみたいな、よく無課金問題とかでね、取り立たされる意見、今無課金でやってる方が、今後ね課金者になる可能性もあるので、立場が変われば意見も変わりますから、それぞれがそれぞれをああだのこうだの言う必要はないと思うんですけど、ただ私は悩んでいることは気になるというところですね。ということで早速ランキング形式いってみたいと思うんですけど、こんな感じとなりました。まずは第11位、無料ガチャ券配布が欲しいよというところ。週間 FP は現在ね、1回無料券があるんですけど、月曜日のガチャとか、あとエピックガチャにも無料券をつけてほしい的な意見がありました。これに関して完結するかどうか分かんないですけど、今週間 FP は1回無料なんですけど、あの券を1週間無料券にして何でも引けるようにユーザー側が選べるような形にしてもいいかなと思ったりもします。人によっては週間よりもクラスレ引きたいとかエピック引きたいんだとか、そういう方もいると思うんで、そのように選べる形にしてもいいのかなって思ったりもします。はい、そして第10位、特にないが好評ありました。まさかの無課金で悩んでいることがない人もいるんですね。特にクラブで縛ってるとか、そういう方はあんまり悩みがないっぽいですね。そして第8位はポイント交換所の充実。充実させてほしいと思ってるのは無課金の方だけじゃなく、課金してる方も思ってるんでしょうね。そしておすすめ動画、おすすめ選手とかおすすめポメとか、そういう動画が役に立ってないよという意見が6票。私はそういう動画出してないんで被害がほぼないですが、見なければいいんでね、役に立たないならそれだけの話。そして第7位は結構問題ですね。コンディション問題、やっぱり AB の選手でなかなか固められないよという、そういうスカット問題ですね。これに関しては次回以降に、私だったらこういう選手で選手組みますみたいな話はします。そして第6位が GP 不足、アイテム系の話は最後に回しましょう。そして4位が指名権ガチャの選択が難しい。指名権はね、とりあえず自分で選択するんで結構覚悟を持ったらいい話なんですけど、ガチャはちょっと難しいね。やっぱ1回で欲しい選手が出るかなんて運ですからね。当たりの多いガチャを選択するっていうのがやっぱ鉄則かなって感じはしますが、手持ち次第です。その下の方が問題ですね。縛りイベント参加ハードルが高い問題、リーグ縛りとかそういうのが結構厳しいというね、選手が揃えを得られないっていう、結構ハードル高いよというところ。そしてこれが一番にね繋がってくるんですからね。そして第3位が勝てない問題、課金してるからといって別に勝てるというわけではないですけど、コンディション問題にね、繋がるんですかね。そこから勝てなくなっていくんでしょうか。通常だけでも普通にディビーチに行けるっていう方もいるわけで、結局プレイヤースキルの問題はあると思うんですけどね、何でもかんでも選手のせいではないとは思いますが、いろんな要素を含めて勝てないっていうのは、あるかもしれないですね。そして第1位と第2位はアイテム系ですね。1位がコイン不足44票、そして2位がトレーナー不足36票という結果になりました。特に1番のコイン不足、コインがなくてっていうところですね。結構コメントに多かったのが、コインを配布してほしいという意見が多かったんですけど、配布っていう形も別にいいっちゃいいですけど、獲得みたいなイベントの方がいいのかなって思いました。配布だとみんなに配布しちゃうんで、やってない人にも配布することになるんで、結局それだとコナミの収入的にもあれなので、やっぱイベントに参加してとか何かをクリアしてみたいな方がいいのかなって感じがします。それができるところが縛りイベントなんですけど、縛っちゃってもんで、そこが問題になっちゃってますね。この縛りを解くか、またはレンタル選手でとりあえず参加はできるみたいな、そんな感じにしてくれるといいんじゃないかなって思います。選手が揃っていないのでレンタル選手貸し出します、何千 GP かお支払いくださいみたいな、そんな感じがいいんじゃないですかね。あとはマッチパスの、一番上なんだっけ、レギュラーかな、50試合以降に何もね、書かれてない空白の部分があると思うんですけど、あそこの部分に、何試合やって何コインみたいな、そういうのもつけてもいいかもしれないですね。そして最後が、GP とトレーナーの話をしていきますが、ここが大きく課金者と無課金の方で差が広がっていく部分なんですかね。まずそもそも課金している人と無課金で差が広がるのは当たり前
で、課金者はやっぱり時間がないから課金をしているわけで、その辺の部分は無課金の方は覚悟を持つ必要があるんじゃないかなとは思います。特に、ウィーニングイレブン時代私は無課金でやってたことあるんですけど、某配信者の方がすごいガチャ引いてると、それを見てうわ羨ましいなと思ってましたが、それに対抗するちゃんと私は策はちゃんと取ってましたね。あの時代って結構厳しくて、1回のガチャが確か5万 GP とか、確率も黒の確率が結構低かったし、ボックスガチャなんてねほとんどなかったですからね。あとは獲得した選手とかも、10試合契約とかなんとかかんとかとかで、なんやかんや契約更新っていうのをね、しないといけなかったりとか、監督もそうでしたね。無課金とやっぱり廃課金とか重課金とかが、対等に戦おうと思うんなら、それ相応の努力っていうのは結構必要なのかなっていうふうに感じます。さあそんなところで、イーフトでも、そのようなことができるよという話をします。やるかやらないかはあなた次第。ツアーイベント各種ね、いろいろやってくると思うんですけど、だいたい3000ポイントまでにアイテムがあって、それ以降はちょっと GP くれるよぐらいしかないんですけど、 GP とトレーナーが不足している方はこれやっているんでしょうか。特に報酬が地味になる3000ポイントを超えるあたりぐらい、皆さんここからやるんでしょうか。私が無課金だったらこれ絶対やってるんですけど、どうなんでしょう。というのも、ウィーニングイレブン時代、私シム戦年間1万試合やってたんですね。1日27試合ぐらいのゲーム。そんな中で選手とか監督更新とかいろいろやったりとか、いろいろやりくりしながら、選手を引けるように、GP を獲得できるようにみたいなことをやってました。今これを動画にしてる方ってなかなかいなくて、ウィーニングイレブン時代は結構いたんですけどね、無課金でやるのはこれがいいみたいなね、シム戦を頑張れとか、コム戦で放置しろとかあったんですけど、今言ってる人もいないし動画上げてる人もいない、時代遅れなんですかね。でもやっぱり課金者と差を縮めたいのであればやるしかないと思うんですけどね。シム戦年間1万試合やってた時は本当時間がある限り試合をやってましたし、もう切り詰めていかないと課金者に戦力でかなうはずがないというところを、それを縮めたいのであればそれぐらいの努力は必要なのかなって思いますが、どうなんでしょう。もちろん1試合してじゃあポイントが稼げるとか、トレーナーがねいらなくなるぐらい選手が育成できるっていうわけではないんで、1試合どころじゃなく20試合30試合40試合100試合年間1万試合とかやってやっとみたいなところもあると思うんですけど、そういう小さな努力を重ねることでトレーナー不足 GP 不足っていうのはやっと解消できるみたいなところなのかなって思います。運営からの配布をね、待つのもいいですけど、待っててもなかなかくれない問題は変わってないので、自分から取りに行く、そういう努力は、しっかりとしていった方がいいのかなって思いますね。タイムラインでね流れてきたとある画像を紹介します。この方 e フットボールリーグをやらずにツアーをね結構回してたそうです。ポイント数見たことないけど42万ってどうやったらたまるんですかね。フルマックスで、1600ぐらいだとしても、264試合やってますこの方。まだ2週間経ってないぐらいですかね。GP だとここまでやって多分3000ポイント以降だと4万 2000GP とかですかね。はい、こんな感じでね、努力すればめちゃくちゃなことになると。ぜひ皆さんもこの方に乗っかってみましょう。はい、悩み見ていると、コーナー見にしか解決できない部分も多少ありますが、自分でもなんとかなるような問題も多少あるよというところ、何番と何番が結構連動しているみたいなところもあるんで、その辺も解消されるといいとは思いますが、全部が全部解消されるわけではないし、無課金のね、悩みがなくなることは基本ないと思いますが、いろいろやっていきましょう。次回は選手を紹介します。ということで、こちらのチャンネルイーフットボール情報を随時紹介してます。チャンネル登録してない方ぜひチャンネル登録お願いします。ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。